ちらも怒られてもね、ちょっと今仕事忙しいんですけど、ちょっと映像で NHK に行くんだもんね、トヨタとね。来る人の方がちょっと大変。まだだね。映像って言わないもん、公害に。5年生はあの合宿に行くからさ、行くの遅いのにみんな行ったんだよね、他の学年を行ってるんだけど、5年生公害学習に行った。左に曲がります。お客様動きます、はい、足元気をつけてください。左に曲がります。ようこそ森の都仙台にお越しいただきました。ルーブル仙台光のページェント号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このバスは市内中心部をおよそ20分間隔で運行し、仙台駅前終点となります。料金は後払い、一律大人200円、子ども100円でございます。いつも来ます。料金箱にお入れください。これより進んでまいりますとおりは仙台のメインストリートの一つ青葉通りでございます。仙台駅から青葉山まで東西に連なっている通りで、現在は銀行や証券会社が多く金融経済の中心となっています。8月6日7日8日に行われます仙台七夕祭りでは、一番町や中央通りのアーケード街は豪華絢爛なる吹き流しで飾られます。次は青葉通り一番町駅でございます。中心ショッピング街のブランドーム一番町、サンモール一番町へはこちらが便利です。お降りの方は降車ボタンでお知らせください。本日ループル乗車券、それからループル地下鉄共通券のお客様、降りる際にはまた同じく裏の日付を見せてください。日付だけ確認させていただきます。現金でお支払いのお客様、1回大人の方200円、小学生が100円になります。降りの際ちょうどの額、運賃箱の方にお願いいたします。 IC カードのお客様、降りる際前の機械にもう一度タッチをお願いいたします。降りる際のタッチで料金を引かせていただきます。本日はループルバス光のページェント号ご乗車いただきましてありがとうございます。途中降りられるお客様、また同じくこちらも降車ボタンを押して知らせてください。はい、すいません、お捕まりください。動きます。止まります。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。ようこそ森の都仙台にお越しいただきました。ルーブル仙台光のページェント号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。これよりバスは西公園通りを通りまして常禅寺通りへ参ります。仙台光のページェントはこれから参ります常禅寺通りの2本の欅並木を数十万個の豆電球が飾るイベントとして、昭和61年から始められ、今では仙台の風物詩として定着しております。皆様にはご用意鮮やかなイルミネーションをゆっくりお楽しみください。次はメディアテレク前でございます。お降りの方は降車ボタンでお知らせください。次止まります。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。お客様動きます。足元気をつけてください。右に曲がります。
お客様右に曲がります。右に曲がります。ごめんなさい、ちょっと立ってるお客様足元気をつけてくださいね。どれ違う、見てるわざと。本当だ、右に曲がります。お客様右に曲がります。ほら綺麗、ほら、すごいじゃん。あ、サンタさん、これ止まってもらえてるサンタさん。メロ、フロリスマンの後ろ、メロタクシー。そうね、後ろ、なるほど、ありがとう。後ろ、綺麗。カメラでも、その速度が出るんだ。見るとね。あ、消えた。隠し撮りした。スターライト1分間電気が消えます。ごめんなさい、立ってるお客様動きます、動きます。そうだな、やっぱり首って悪くて寒いの。時計見てないし。泡だきできる。おー、見えてる、見えてる。見えてる、見えてる。車で降ります。いいや。なんでこの道フラッシュ入っちゃうんでしょうか。夜かもしれないし、ね、はい、少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。メディアテイク、お疲れ様でした。市役所前停車いたします。お待ちください。もう少し前に移動します。外を見学される方はこちらのバス停ご利用ください。この後ループルバス仙台駅に戻ります。はい、どうもありがとうございました。常禅寺通り市役所です。お疲れ様でした。中ドア開きます。はい、すいません、お客様足元気をつけてください。はい、動きます。
これが限界や。ループル仙台光のページとご乗車いただきまして、またまた20分間隔で運行し、仙台駅前へ終了となります。写真だけは分かんない。この通りでは5月の第3日曜日に仙台三大祭りの一つ仙台青葉祭りが開催。